おはようございます。今日の菓子パン楽しみだね。この4割引きシールが貼ってあります、まあ、割引のねコーナーに行ってドラッグストアの割引かれた菓子パンを買うのが何よりも楽しみでございます。で、まあ、ちょっと買いすぎた場合はね冷凍しておいて食べる前の日に冷蔵庫に移しておくみたいなことをしてるわけですけども、今回はね冷凍庫から出してちょっと半日経った状態です。ちょっとシール剥がしますね。タイトルが見えないんで、はい、こんな感じになってます。とろける卵のロールケーキというね、山崎のおなじみのパンでございますけど、私食べるの初めてです。でもこのロールケーキって結構いろんなとこから出てますよね。ケーキ屋さんにもあるし、パン屋さんにもスーパーにもありますよね。ちょっとまあ甘い雰囲気がします。カロリー的には348キロカロリーですね。うん、まあなかなかの強者でございます。じゃあいただきます。あ、こういうね、裏にシールが貼ってますね。なんかね、このシートを剥がして食べることになりますか。うん、あの菓子パンばかりを食べて健康に悪いという方もいるんですけども、ばかりじゃなくてですねまあ1日1個か2個ですからね。でしかも毎日じゃないですから、本当にこの撮影の時しか食べてないですから、ご容赦ください。では、うん、甘い。あ、ザラメのジャリジャリとした感じがありますね。うん、うん、かなり甘いですね。現在深夜というか早朝というか3時31分です。うん、うん、この時間に食べると太るような気がしますね。あの昔スーパーサイズミーっていうね、マクドナルドのハンバーガーを1ヶ月食べたらなんか死にそうになったみたいなね、実際にドクターストップがかかって体調も悪くなったみたいなね、そんな映画がありましたけども、菓子パンをまあ毎日食べることはないと思いますけども、これを1日1個食べて10年経ったらどうなるのかみたいなね、そんな検証まあする人はいないか。まあでも美味しいですよ。うんうんうん、うん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 、まあ甘さに慣れるといけるかも。うん、うん、うん、とにかく甘々のパンです。私はやっぱり焼きそばパンとかね、カツサンドとかね、惣菜パンが好きなんですけども、とろける卵のロールケーキね、うん、ほんとまあザラメのジャリジャリ感で食べきったような感じがしますね。ありがとうございました。